こうやってみんなと一緒にやるっていうのもどう面白い？そうですね、はい、あまりにも期待が大きすぎるかもしれない最後どうだったんやけど失敗しました。やっぱこう何回も何回もちゃんと自分の腕の動きっていうのを整えてくるんだね、あれね。そうですね、大体まあ、ある程度合わせて何をっていうふうにはしてます。なんかこうスーッと自分の体のこのぐらいなっていうのはもう練習を重ねるとだんだん分かってくる。そうですね、まあ、分かってくる場合もあるし、ある程度自分の場合ルーティンとして決めている。あ、そう、はい、なるほどね。みんなほらえいやってやっちゃうんだけど、でもだんだんだいぶ練習してるのがいるからね、中に。そうですね、ね、皆さん見てるとびっくりしますでもこうやって混ざってなんていうのかな、一緒にプレーしてもらうと本当みんな喜んでますよね、ありがとうございます、どうも、はい、どうも。この 3D っていう、技って金メダリストの杉村選手とか、はい、結構やってるので皆さんできるかなと思うんですけど、やっぱりその全試合見てもこれができる選手ってそんなに多くないでしょうですね、実は。必ずできるものでもなく、ボールのその集まり具合でできるできないもあったり。そうだよね、でも乗せてジャックにくっつけてれば必ず1点にはなるので。あ、そうかそうか、はい、例えばこれがこうなる、ここを外す、これって、多分赤1点で赤の勝ちなんですね、はい、これってなんでかって言ったら一回これ外しますよね、そうするとこの赤が微妙な隙間が空いてるんですよね。ありますよね。でここは隙間微妙に空いてるの分かりますか？青のところ。あ、空いてる、はい、空いてる。でこれが空いてるので、これは接地面になってないって言って赤1点で赤の勝利になります。そういうことか、だから乗せたがるんです。はい、そうです。で乗せれば絶対ついてる。そうです、そうです。あ、そういうことか。で審判はこれでこの紙を入れたりとか、ね、下からライトを通したりして本当にくっついてるかっていうのをすごく判断するので、そこがすごい重要なんです。なるほどね。ボッチャって何ていうんですかね、将棋みたいなスポーツって言われていて、カーリングとかもよく言われると思うんですけど、なのでやっぱり結構本当に2手3手先相手がどう来るかとかそういうのを読むので、結構やっぱ大人の男性もすごくハマりやすいスポーツでもあるんですね。特にそういう将棋とかを好きな方とか、好きな人はね、そうだよね、結構奥の深いスポーツ。そう、将棋だな。チェスじゃないよね。チェスいなくなるもんな。そうですね。そうか、なるほど、ね。将棋だとまた来るからね。相手の邪魔もしなきゃいけなかったり、相手のことを利用することもできるし、自分のことも利用、自分のものを、まあ、活用したりとか。そうだよね。そう、相手のものをずる賢く活用することもできる。でもまず自分の腕が自由に動かないとダメだよね。思い通りにね。いくら頭で考えても、あ、でも偶然っていうのはやっぱりあるんだ。 あるよね。今日私たち多分負けても文句言えない感じですもんね。練習後第5試合を始めてください。カメラ見ましたらどうやってるの。練習結構やる。そうですね、今週に平日で週2日、平日で週2日、週2日やる。あと土日にやるんだ。